はい、では次のセッションを始めたいいと思いますこのセッションでは「デザイン×認知症」というテーマでもしかすると今までのセッションに比べると今後の課題だったりそれから新しいプレイヤーの方々との可能性そういったことを探っていくようなセッションにできればと思います。 私はえっとこのセッションのモデレーターを務めさせていただきます。博報堂博報堂 DI マトリックスに所属している根本と申します。よろしくお願いします。えっと本日はあの二人のゲストをおおお呼びしてこのセッションを展開していきたいと思います。まずおしと型パノラマティクス主催そしてグッドデザイン賞の審査委員長も務めていらっしゃいます斉藤誠一さんです。よろしくお願いします。 もう一方、一周プラスデザイン代表の加計裕介さんです。加計さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、あの、お二人はあの、まあ共通性としてはその、まあデザインっていうことのこう力だったりセクターの立場からいろいろな活動をされていて、まあ斉藤さんはもしかすると、えー、視聴者の方々からすると、まあこれから。 あのこの領域で、えー、自分にも新しい、えー、立ち位置、えー、ミッションやれることがあるんじゃないかとまあそういう観点で、えー、斉藤さんにはあの自由にご発言をいただけたらというふうに思ってます。はいはい、勉強させていただきます。<laughs> お願いします。はい、で加計さんは、えー、まあ先行してこの領域でマーケティングだったりあのデザインの力も使いながら。 認知症の領域でイノベーションを起こしていこうということで取り組んでこられた先駆者かなというふうに思いますので最初に加計さんプロフィールも兼ねまして活動されてきたことをちょっとご紹介いただいてそこを起点に議論を展開していけたらというふうに思います。ではは加計さんプロフィール含めてご説明をお願いいします、はい えー、皆さんよろしくお願いいたします。イシュープラスデザイン代表の加計と申しますあの、まあ、簡単に自己紹介させていただきますと、まあ、あの私、イシュープラスデザインという組織を、えー、やらせていただきながら、まあ、いろいろ大学等でも、えー、講義でしたり研究とかをさせていただいている人間です。もともと2008年に神戸でこのイシュープラスデザインという組織を、えー、設立いたしました。であのまあ あありとあらゆる社会課題に対する今回のテーマである認知症をはじめとして最近は医療や福祉の領域も結構いろいろありまして例えば DV とか児童虐待みたいなテーマでしたりとかあとは地方創生防災とさまざまな社会課題に対してデザインでアプローチをするということを取り組んでいます。デザインって非常に講義でででさんんのの前でお話しするももなんですけども あの非常にこう今の時代って論理的な思考とか分析的なアプローチだけどなかなか回が見えないまあ日常の領域に取り組んでらっしゃる方も皆さん、まあ、お金があって人がいっぱいいたら何とかなる、まあ、ある意味そ,そ,ういうそういう時代の正解みたいなものしかない時代に、まあ、非常にこう厳しい環境の中でいろいろお仕事をされていたり生活をされている方の中に、まあ、非常にこう美しさとか楽しさ まあ認知症のことを楽しく学ぶ美しく解決するまあそういう,こう行為が非常にこう人の気持ちを変えて前向きな行動を起こしてそれが結果的にあの社会をまあ幸せな方向に動かしていくんじゃないかそんな考え方でデザインっていうことに 取り組んでいますであの2019年に認知症未来競争ハブっていうまあ慶應義塾大学の堀田先生が中心になりながら認知症の方がまあ認知症になっても認知症とともによりよく生き,る生きることができるようなまあ社会をつくっていくっていうまあ活動体をえ立ち上げましてそこにあの参加させていただいてそれ以来認知症にに関してててかなり熱心活動させいいただいてます、まあ、その,あの活動の成果としてこの認知症世界の歩き方というまあ書籍でしたりこれが NHK の「E テいま でシリーズ化などをましていただいていて、ま認証にとデザインという切り口でいろんな活動をさせていただいています。で、あのまあ、認知症のためにまデザインがどういうことができるのかって。まあ、僕自身ずっとこの5年ぐらい考えていて、まあ、少しお話しする機会もあるので、ちょっとそれをご紹介しようかなと思うんですが、まあ、3つあの可能性があるなという風うに思っています。 で一つはまあ社会的認識をまあ変えていくためのデザインっていうことなんですが、まあ、認知症って何ど,どういうイメージがありますかっていうふうにこう一般の人に聞くとまあこういう,こう介護が難しいとか暴力的になるとか徘徊とか、まあ、こういう言葉をまあ皆さん えおっしゃるんですよねでやっぱりすごく誤解や偏見があふれる病気でこの誤解や偏見があふれていることがご本人の生きにくさそして周りの家族や、えー、医療介護専門職の介護の難しさにもつながっているでこれをまあ変えていくことがすごく大切だなというふうに思ってます。で僕がそれを痛感したあの出来事があるんですがあるご夫婦が認知症のある方同士が集まる場にえーいらっしゃったんですよね。うん で旦那さんが認知症でで奥様は付き添いでいらっっしゃったとでその奥様が旦那さんについてすごく汚いニット帽をかぶられていてこのニット帽をこのうちの旦那はどうやっても脱いでくれないとただ私は洗濯をしてあげたいだけなんだけど脱いでくれないと。と脱がそうとすると暴力的になってすごく困ってるっていう話をされていたと。 でその時その、えー、と認知症のご本人たちがいるグループとご家族がいるグループに分かれてそのご本人のグループでちょっとお話をさ,れさせていただいてたんですよね。ただご本人のグループの中で、まあ、ある方があるご本人がちょっとその帽子汚いしさ洗濯とかした方がいいんじゃないのみたいな普通の会話をされてたんですよね。うん、そしたらその,あの旦那さんはとつとつとお話を始めて、えー、あのお話を始めたなぜ自分がこの帽子をかぶってるのかっていうのをちゃんと 説明してくれたんですであのこの方はレビー小体型認知症という幻覚原子が見えるタイプの認知症でこの頭の上からこの木がこう垂れ下がってくるような原子が非常に高い頻度で見えてたんですなので彼は頭を怪我しないようにこの帽子をかぶっていたで彼の生きている世界見えている景色の中で非常に論理的で正しい理由があって意図があるんですね。で まあそれで周りの人が「でもその帽子汚いからさもう一つ新しいのかってこう選択してこう交換したらいいんじゃないの?」みたいなそういう話をしてたあ,あそれでいいんじゃないの」うん「ああそうしよう」で帰りに帽子買ってきて問題解決したんですよね。んでこれがあのあの医療者とか介護の従事者とご本人の中でも起きていて。 それがものすごくこうトラブルが起きて、結果的に彼は別に暴力的な行為をしたわけではなく、自分の頭を守ろうとしている帽子を取られようとするので、それが嫌だからこういう反応をして、それが暴力行為だという風うに見なされてしまう。こういうことがありとあらゆるところで起きているっていうことなんですよね。なので、まあ認知症の方が生きている世界とか見えてる風景をご家族でしたり、支援者とか。そしてあの日本の市民。そしてまああのぜ。あの。 全世界の人々が知ってもらうこと理解してもらうことが認知症のある方がクリアしやすくなって周囲の方のケアもしやすくなる環境になるんだなとい,いうことで。 えー、こういうい活動をしてますで認知症ってあのこれ我々の定義なんですけど認知機能が働きにくくなったために生活上の問日常生活のトラブルとか周りから理解が難しい言動先ほどのような汚い帽子を脱がずに暴力的になるこういう結果の背景には何らかの必ずに認知機能のトラブルや障害が誤作動があるんですよね。うん <laughs> であのそこを明らかにしたいなというふうに思いがあって、えー、約100名を超える方の、まあ、インタビューを重ねまして、まあ、認知症に伴ってご本人の中でどういうことが起きてるのかって、まあ、44個に。 整理をしましまたでその44個に整理したものを14のストーリーにまとめたものがこの認知症世界の歩き方という世界で、まあ、ある意味こう我々が海外旅行に行った時に異文化とかあの違うものに触れて驚きがあるように、うん、認知症の世界を、まあ、旅することで認知症の方が経験していることを疑、ま、似、あ、体験しようという話ですね。これ、まあ、カオナ族の村という、えー 人の顔がを忘れてしまうっていうようなトラブルってのがまあ結構あのすごく大切な奥さんとかお子さんの顔が分からなくてこの人誰みたいなことが世の中で結構認知症の症状として言われるんですがなんかあのどうやらこう認知症の人から見ると顔が変わって見えてるんですよね忘れてるわけでもなんでもなくて違う顔に変わってるんですよであのこれあのえっとタンとも さんという日本ではおそらく最も著名なアルツハイマー型認知症のご本人僕はほぼ同い年なんですけども彼は39の時に認知症発症してますであの車のディーラーでトップ営業マンだったんですけどなのでものすごい顔は覚えることは大切だったんですけど自分のお客さんの顔が全く分からなくなったと。ですごくこう仕事が支障が来たし始めて。で彼はあの 自分ののお客さんん顔写真リストを作ったんですよねこれがあればこうやって見比べれば、うん、あこの田中さんだって分かると思って作ったんですが彼はこの写真に載ってる田中さんと目の前にいる田中さんは全く同じ人には見えない、うん、違う人に見えるっていうことがあったでまあ非常にこの話面白いなと思ったので僕は結構田野さんに何度も何度もこうインタビューをしながらこの顔のことをこう掘り下げたんですよね。であるる時また面白いいことと言っっていててテレビとかって見るんですか いやスポーツとか結構見るよでもね絶対ドラマは見ないんだ」とおっしゃっていて、うん、なぜかというとドラマに出てくる俳優さんとかが出てきて、えー、あの画面から消えてまた戻ってくると全然違う顔の俳優さんんになってるんです、うん、だからもう俳役が何十人もいるようなドラマになるからもう話が全く分かんないから見ないんだよっておっしゃっていて。 でその後またあの会った時にちょっとさあの僕は面白いことに気づいたんだけどアニメはね顔変わらないんだよねと、うん、静香かちゃんは何度出てきても静香かちゃんのままなんだよね、うん、って話をされていてだからある時で高校の同級生が駅前にいたので声をかけたら今度は全然違う人だったでまあがンパに間違えられちゃった。 すすごくく笑ってててお話ししてくれてたんですけどだからどうやらやっぱり人は人の顔を認識するっていうのは脳の中にある自分のこう人の顔に関するデータベースと脳が統合してそれでこの人は誰々だというふうに判断をして、うん、その人の顔が彼の網膜からは全然違う人に見えてるんですよね。うん、なので明らかにこれは脳のトラブルによるもので人の顔が分からないんだみたいなことがまあ見えてくるということです。でまあやっぱりこう あの人類がこう認知症に対してどういうふうに持ってるかっていうとこの認知症感を変えたいとこれ日本だけの問題ではなくてやっぱり全世界どこでも同じことが起きてるのでこれを変えるってことがまあ一つ僕はデザインの力でできることなんじゃないかなっていうふうに思ってることです。 2つ目はあの生活の環境のデザインなんですが先ほどあの認知機能のトラブルが背景にあるって話をしたんですけどこれもう一つ原因があってこれが認知機能に負荷がかかる生この環境が悪いので、えー、認知機能のトラブルと環境の掛け合わせでトラブルであり理解が難しい言動が起きるっていう構造なんですよね。 例えばあのある方がこう、えー、夜トイレを失敗してしまうとトイレができないみたいなことが起きるとこれ認知症のせいでトイレの仕方もわかんなくなっちゃったんだよ、うん、トイレもできなくなっちゃったんで何もできなくなっちゃったんだよってこう言われてしまうんですよね、うん、ただま背景にいろんな理由があってこれ僕らはこういうワークショップをやってるんですけどこの方がまあ起きた出来事の背景に何があるかちょっとみんなで考えましょうって。うん こういうカードを使いながら、こう、こういうことが起きてるんじゃないかなってことを推理するような、そういうワークをするんですね。で、いろんな実は可能性があって、で、あの、まず。トイレが、えー、どこにあるのかが分からなくなると、これ、この中で言って、ホワイトアウト警告っていう話で。書いてるんですけど、うん、視覚と記憶っていうのは、ものすごく密,密接に結びついてるんですよね。うんうん、ただ、あの、トイレがあって、えー、ドアが開いていたりして、向こう側に。あの、トイレが見えてるときは、そこにトイレがあるっていうのは。 わかるんですけども、その扉がこう閉まっていてトイレのサインも外に書いてなかったりすると向こうにあるものが存在として消えてしまうので、うん、あのその扉の向こうをトイレを開けることができずにその人は失敗をしているっていうようなことが起こりうるんですよね。うん、でなののでで今まで見てたものがこう あの切り上がることに分からなくなったり、うん、ホワイトアウトするような。そうですね。うん、とかこうやっぱりこう、えー、体の位置を動かしたりとかするのが難しくなったりするっていうことが起きるですよね。うん、で便座うまく座れなくて失敗したりするようなことが起きる。これは服の袖飛んでるっていう話をちょっと書いたんですけど。<laughs> 洋服,の袖洋服を着れなくなるってことが起きるんですけど服の袖にこう手を入れるって我々簡単なんですけどこれられられないと帰らないいと入んですよねこれってすごく実は認知行為としては難しい行為でそれができなくなると洋服も着れなくなるし物も持てなくなるしトイレの便座に座れなくなったりするなので座ろうと思ったら座,座ろうと思ったら転んでしまってその拍子に失敗をしてしまうみたいなことが 起起きるってことが起こり得るっっててこここととがり得いうですねであとは、えっと、トイレがやっぱ間に合わないこれ体の感覚の問題が結構異常をきたすんですけどもその普通にお風呂これお風呂を嫌がる方って結構いらっしゃるんですけどもこれいろんな理由があるんですけどであるあの、えー、方はお風呂がすごくこうぬるぬるって気持ち悪く感じられてもうそれがトラウマになって嫌になったとかもう暑すぎる冷たすぎるみたいな。こう あのこの近覚のトラブルによって、えー、トイレの,その尿意を感じにくくなってしまって突然こうもう我慢できないぐらいの強い尿意が来て失敗するみたいなことが起こるっていうことですねだからいろいろこう実は壁があってこれ人によって違うんです。でこの人によって違うところのこの原因が分かったら実は解決することが結構できて、まあ、トイレを見つけられないんだったらこれサインで解決できるんですよね。うん あのでこれもあの僕はこ,うこれあの認知症の方が外出先でトイレを失敗する時にサインの問題ってものすごくいっぱいあってこれはデザイナーの敗北だと思ってるんですけどやっぱり認知機能が衰えた方がちゃんと適切にトイレを見つけられないようなサインのデザインがこの世の中にあふれているなので認知症の方はトイレを失敗するんですよ。うん、ってことが起きているってことですね。 あとまあ便座の問題とかも実はあの白い壁で白い床で白い便器だとその便器の形を認識するのがすごく難しくなってどこにあるのか分かんなくなったりするんですよね。といで実はシンプルな解決策左側はこれイギリスで実際にあるあのこういう認知症の方に優しいあのですし右側普通に便座シートをつけるだけでまあ実はこうあ分かるようになるっていうまあすごく生活の工夫で。 できることとがあったりとか、まあ、尿意に関しても結構あのスマホのアラーム使われてる方が結構いらっしゃるんですけどこ、まあ、こういうい時間の管理をすることで解決がでできるとですので、まあ、あの家族でありご自身であり医療介護の福祉の専門職がその認知症の方が暮らす生活環境のデザインのリテラシーが高まったらそれだけであの暮らしやすくなる社会にはなるだろうなというふうに思ってます。 でまあ3つ目がまあ社会インフラのデザインということで非常にこう暮らしにくい認知症の方が生きやすいあの社会生きにくいこうえ社会インフラっていうのが結構あるんですよね。駅とか典型なんですこれもよくワークショップでこの中で5箇所ぐらい認知症の方がトラブルになりやすそうな場所があるんですけど皆さん探してくださいみたいなそういうワークをやるんですよね。でいろいろありますけど一ああつこのえここで言うと5つぐらいが。 まあ出てくるもものなんですけども例えばこの、えー、とサインの話ありましたけども、えー、とこちらまあ二次元銀座商店認知症のある方は結構こう道に迷ってしまうとか、うん、あの家の中でも奥にあるトイレに行けなくなるみたいなこれどういうことが起きてるのかなっていうふうに思ったんですけどもどうやらなんかこう景色が全部二次元の平面に見えてるんですよ。うん で平面の世界でこの矢印、あの絵描きの中に上の矢印が書いてあったらこれって空を表すやつ我々奥行きがある世界で生きているのでこれこっちだってわかるんですよねなのでその結構こういう矢印を見るとちょっとパニックになってしまう自分が行こうと思って目的地は上なのかとうん、うん、みたいなそういうことが起きてしまって結果的に、えー ま道に迷ってしまったりとか、まあ、この U の矢印とかって我々でも若干こう混乱するときありますよね。はいうん、でこれとかなんか上に飛び上がってから下に降りるのかみたいな風に見えて、もうどうしていいかわかんなくなってしまうみたいなことが起きると。まああの矢印でいうと今結構床にこういうこれ非常にあのご本人たちにも実はあの。 ありがたいというふうにおっしゃって言ってるのは、実はこういう環境になるだけでも。実は認知症のある方が暮らしやすい社会は実現するだろうなというふうに思ってます。で、あの認知機能が低下するって、この加齢に伴って認知症に限らず。誰でもまず低下をしますし。我々疲労とか睡眠不足とか。あとは、まあ、あのいろんな理由で、この認知機能って著しに低下するんですよね。この認知機能が著しに低下した状態で。やはり誰もがこう使いやすい商品だったり、サービスだったりとか、インフラがある国。 社会っていうのがやっぱりこれが誰もが暮らしやすい社会でえ認知症の方もえ生きやすい社会なんだろうなと思ってますのでまあそういう社会をまあ実現していきたいなっていう思いでまあまあ三種類の意味でまあデザインができることはあるんじゃないかなっていうふうに思ってますちょっと長くなりましたが話題提供になりました以上になりますうん、うん、ありがとうございますあの大変こう改めて勉強になるというかこう今までの 実践も含めて加計さんが発見されてきたあのおそらく考察の部分も含めて入ってるんだと思いますけどあの斉藤さんは、まあ、認知症領域というよりはただ社会課題のこう解決みたいなことも含めて今あのだんだんこう活動の幅あるいは えーまあ、お得意の,そのアートとかクラフトの部分のデザインも含めて、はいろいろ地域の活性化に取り組まれてると思うんですけど今のお話聞いて何かこうか僕がすごく思ったのが、まあ、今あのデザインの分野でいろいろやってるんですけどさっき筧さんの方でおっしゃっていた、まあ、社会インフラのデザインのところ特に。 えっとみんなまあいろんなものが日々生まれてるわけで,で今ってまあデザインの領域も非常に広くなってあの一昔前だとやっぱプロダクトのとこにあのデザインというとプロダクトだったのが今って地域デザインもそうだしさっきあのお話が出たサインのデザインとかもしくはえっとそのまあ地域でどういうような取り組みをやるかっていうデザインもなあのそこまでまあデザインの領域がだんだん広がってきたんですけど僕が一番まあ興味があるというか自分自身が多分一番 力がが発揮できるの,があのまさに今日お話しいただいたみたいにじゃあどういう共通認識を持ってそれをどう社会実装するか、うん、であの僕もデザインの力をまあ筧さんずっと実践されてますけどあのすごく僕はデザインができることっていうのは非常に広がっていると思っていてなのであの例えばまあ僕別でやってるやつだと日本の国内材をできるだけ使っていこうっていうのは。 例えばじゃあこれみんな行政の話林業の話とかだとやっぱり行政とか地域行政というか自治体さんの話になるんですけど本当は変わんなきゃいけない一番最初に変えれるのはデザイナーの意識であり消費者の意識なんじゃないかっていう思っていてだから今日お話しいた,だいたところも僕はすごくあのまあなんですかね僕もいろいろできるというかあのすごくモヤモヤしてたのが晴れたような気がするのがこういうことを例えばサイン計画の中で。 法施設作るきになんかこうデザインだと小さくできるだけこう何てうんですかねあのもう絵だけで分かるようにみたいなのをやるんだけど本来だとそれってサインの意味がなしてない場合まあ特に認知症の方々とかだと多分そうだと思うのでその意識をデザイン業界自体まあ要はものを作っている人たち自体が変えていくと。 多分どんどんんそれは法律とか,なんか条例とかで縛るんではなくてそれのこう美しいあり方とかさっき楽しいとか美しいって話ありましたけどまさにその通りでそれをあのどう実装できるかってところが今僕が非常に興味があるところですしまあ今日のテーマで言うと。 まあ少しでもあのそういう認知症の方々がここまで因数分解されるとその何をやらなきゃいけないかまあもしくはどういうことがあの実装されるとあのそのまあ患者って言い方ちょっとおかしいですけど多分僕もあの年を老いてきてあのまあいろんな部分が衰えてきた時にまあでもやっぱり生活ができる環境を安全に楽しく生活ができる環境を実装できるっていうのは。 なんかデザインの分野で非常に多くできると思うんですけどまだそれがなかなかものを作っている人間たちは多分認識をしてないのでそれを改めていかなきゃいけないなというのはすごく思いましたね。なるほどありがとうございます、うん、特にだからその1つ目の,あの認識のバイアスっていうんですかねこう認識当事者の方が見えている世界と私たちがこう生活をして当たり前だと思っていることのギャップがあって。 でもそこにこう,こういう課題があるんだよということがはっきりしてくるといわゆる作り手の方とかデザインセクターの方もだったらこう自分たちの技法とか自分たちがやれることで全然解決できることがあるんじゃないかってなんかそういう,こうインタラクションができていくとすごくいい何というかそうですよね。なのでちょっと僕もケイさんにお伺いしてみたかったのがあの、まあ、そのデザインの領域って 多分50年前と今だともう全然違くて50年前はもうな何もその想像されていないものをたくさん作っていたから比較的自由演技でいろいろできたと思うんですけど今それこそあのもうイシュープラスデザインじゃないですけどその課題に対してどうデザインを上げていくか。かデザインは ここを通らなきゃいけないっていうルールのもとで作っていくっていう方にだいぶシフトしてきたんじゃないかなと思うのとあとデザイナーはやっぱそこにすごくんてうんですかね自分たちがやるそのモチベーションを感じているところが僕はあるようなそういうふうに大きくシフトしてきたような気がするんですけど実践されて何か思われることはありますかデザイナーの意識とかもしくはまあご自身でもそうなんですけど。 そうですねあの関心を僕も、えー、このプロジェクト「このエンシュープラスデザイン」始めたのが2008年で、うん、だから15年ですかねその頃はまはあ、最初あの防災のテーマから始めたんですけど災害とかとデザインみたいな話ってもう本当に誰にも理解してもらえなかったですし <laughs> 何やってるのっていうことを、まあ、あの会社の中でも。 本当に仲間も全然いなかったですけど本当にこう格段にそこの認識は変わってきましたよねうん、という意味で言うとデザイナーの,あの世界の中では大きく変わってきてるなという実感はあるんですけどやっぱり僕はやっぱりまだまだその企業とかビジネスのせ、うん 界は全然変わってないなといいとう印象がありますねすごくこう狭い意味でのデザイン思考みたいなものがちょっと流行りものとして広がってちょっとなんか落ち着いて今度はアートだみたいな話が来てしまって、ね、やっぱ本質的な理解はちょっとビジネスの世界はなかなかまだまだえ進んでないなという印象はありますね。企業、業いわゆるこう事業者の方々にもっとこの 認知症イノベーションの領域に参画してきてほしい参画してきてもらわないといけないそういう議論があの経済産業省の方でも議論がなされていて、うん、あの私も加計さんも委員をやらせていただいて斉藤さんにもそこに入っていただいてという形ですけど、はいうん、そこの何て言うんですかね課題というかあの一つまだ。あの いわゆる事業者の活動がアクティブになってないようなあのポイントがあるとしたらどんんなことが考えられるんですかね僕はそこが一番なんじゃないかなっていうことをまあ思ってましてもともとこの認知症未来競争ハブって活動に参加させていただいたときに僕自身あのこれ僕の役割としてはどちらかというと企業の中での商品開発とか事業開発っていうのを のプロジェクトを作っていくことがまあご本人たちは暮らしやすい社会を作っていくには大切だろうなと思ってそこのアプローチをしたんですけどもやはりこう企業の方にとっても印象のある方というのはやはりえちょっとえ悪い言い方で言うと何もできなくなってしまったえ非常にこう暴力的だったりおかしな行動を取る人だというえ認識なので全くやっぱり市場であり顧客だと認識 されてないんですよね。うん、なのでやっぱりまずその社会的な認識が変わらないと、えー、この企業の人たちは動かないなっていうことをすごく思ったので、それで一番をまあまず最初にやろうっていうことでこの認知症世界の中みたいなかプロジェクトをやりましたね。でまあまだまだやっぱり企業の中で、えー、認知症の人に対するそして認知症という病にに対しての理解が進むことがすごく。えー 大切でそこがポイントなななのかとんか今のお話聞いててもそうなんですけどあの、まあ、デザインの領域見ててもだいぶ変わってきたなと思うのが、えっと、一昔前だと例えば葛障害を持っている方々に対するデバイスとかって、うん、マーケットがないから開発はしないというか参入しないみたいな話がすごく多かったんですよね。いわゆる 大きなマーケットって言われたのが、まあ、その健常者って言われるもので,でなかなか CSR 的というかその社会貢献的なドメインとして見られてたのが最近少しずつ変わってきたなと思うのがスモールドメインでも先ほども例えば、まああのえっと、ヨーロッパでの事例とかもありますけど日本の中でこういうふうに実装されていると実は世界にマーケットがもっと広がっているっていうことが。 まあ、インターネットの力もあってあのスモールドロメインでも積極的にそこに参入していこう、うん、投資をしていこうというところが増えてきたなというのはなんか企業がようやく少しずつだと思うんですけど、うん、あのただ僕認知症のお話を今回、まあ、そのワーキンググループの中でもお話聞いててこれって多分、まあ、よく日本っていい課題先進国だとか言われてで今僕も万博ディレクターとして関わってますけど。 万博でも本当は実装しなきゃいけないのが最初に踏み込むからこそ自分たちがどう解決できるのかもしくはその課題に対して例えば認知症だったら認知症の課題に対してどういうふうなアプローチがあるのかっていうのを多分最初に入る人間というか国として地域として多分いろいろ実証した方がいいと思うんですよね。でそこで僕が何かこうお話を聞いてても思ったのがそのマーケットの小ささっていうのは多分もう 置いといとても大丈夫なような僕時代になってきたかなとビジネスドメインというかうん、うん、で逆に言うと認知症になる方々も多分これからその少子高齢で多分増えていくと思うのでだからなんかデザインの人たちが探さなきゃいけないのはそれで美しく楽しくってさっきキーワードありましたけどそれをどう実装していくかっていうのを手を動かしてる人間は多分考えていかなきゃいけないのと。うんうんうん えっと企業さんたちのも、まもこれは施設作っている企業さんとかサービス作っている企業さんとかもえっと逆に言うとまあマーケットが大きくなるって言ったらちょっと言い方がおかしいかもしれないですけどそういう方に合わせていった方が実は安全だしもしくはまあブランドとしてもやっぱり売れる商品にもなっていくっていう認識を作っていかなきゃ要は CSR でいいことをやっている感を出なきゃいけないのと。 あとはもしかしたら企業の中でそれに対して非常にこう興味を持って熱意を持ってやられている方々をもっと認めてそれこそあのもっとその土面を強くしようと思ってあげないと社会実装はなかなかですよねだからさっきおっしゃってたみたいにもう思考多分デザイン思考って思考している暇もなくてどん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 多分実践していかないとでダメだったら別に手法を少しずつ変えていけばいいと思うのでそういう時代に来ているのに まだやっぱ思考で終わってしまっているってところはすごくこう今なんかまあ企業さんのデザインを僕見ててもジレンマととしてはすごく思うところですねなるほど、うん、まあでも実践していく形で先ほど掛けさんも最後の方にこうユニバーサルデザインの考え方って言ったら変ですけど認知症の当事者の方だけじゃなくて睡眠不足の時に例えば僕が。 えと明日睡眠不足だった時に認知機能が低下してでもそういう状態でも住みやすい社会につながっていくんだって、まあ、それかなり何て言うんですかねオールターゲットって言ったら変ですけどあ,のあるべきデザインの姿だと思うんですよねでそういうことに例えばつながっていけば、まあ、企業としてもマーケットの市場性が考えられると思いますしかやっていく形でこういろんなあの企業の利益とあの社会にとっての,そのグッドデザインということに あの、繋がっていく可能性はありますよね。うん。いや、うん、なんか僕思ったのが、例えばこの認知症の歩き方。あの、見て、さっきご説明いただいたみたいに。何をどうすなきゃいけないかっていう方程式が、この中に多分提示されていると思うんですよね。うん、で、じゃ、すべてのデザイナーが認知症当事者の方々と話をして。 で自分なりの因数分解をしてじゃあサイン計画を変えようとか色を変えようみたいなことって多分難しくてだからなんか少しずつ例えばこの認知症の世界の歩き方とか、まあ、あの認知症未来、えっと、競争ハブとかもそうですけど、まあ、そこに、まあ、例えば僕とかも関わらせていただいてだからこういう人間が何か実践をしてそれ,でそれがどんどん伝播していくというか。だから そのまあ、少しずつ方程式を多分具体化して落としていかなきゃいけないのかなと、うんまあ、逆に言うとそこのフェーズまで来ているのかなというのは思いますね。うん、なるほど、うん、面白いですねあの。去年の12月ですかねあの斉藤さんがやられている横須賀市の猿島のセンンアイランドってプロジェクトを僕も拝見させていただいて、はいえっと、当然あの目に見えるデザインとかインスタレーションはすごくこう刺激的で面白いんですけども。 あのそこに向かうアプローチとしてまずこう横須賀市の歴史だったり、うんえー、猿島のこうリサーチをすごくされてでそういう,こう文化の背景とこう地政学って言ったら変ですけど地形の課題があるからこういうデザインをアウトプットするとこういう表現をされる、うん、だからあの多分あの主張されている方々あの商品開発に関わられている方デザインに関わられている方もなんかこう根っこの部分の課題だったり。 えっと、あるいはデザインや開発のヒントっていうところに迫れると一気にこう商品開発のアイデアとかそういう,こう、まあ、あの家計さんのような方あるいは、えー、当事者の方ですよねそういう方々とこう接点がいろいろ出ていくと、えー、事業者サイドでも機運が高まってくる可能性がありますし実はうちのサービスあれとあれを組み合わせれば。 結構画期的ななサービスができるんじゃないかとか,、うん、なんかそういう思考というかこうサイクルが回っていくとあのもっと盛り上がりがあるのかなというのをちょっとお二人のお話を聞いてて、うん、あの感じました、うん、ありがとうございますあとあの例えば斉藤さんがあの去年からやられているグッドデザイン賞、はい、僕が小さい頃のグッドデザイン賞ってこういい、えー、造形物といったら変ですけど。 あのいわゆる衣装としてのデザインという印象が強かったんですけど最近だいぶあの考え方もデザインというか社会をこう、えー、循環させるようなデザ,デザインとかだいぶこう範囲が広がってるなというふうに思うんですけどあのその辺りあの自分の認識が間違ってないかとか<あ>いかかがです僕もとデザインに関わっても 10, 10年弱になるんですけど。 今委員長させてていいただいててで結構これはまあ,あのデザイン業界の中でも非常にあの毎回いろんなこう議論が起きるんですけど今までってやっぱりどうしてもまあ形のデザインとかまあ立ずまいのデザインとか、まあ、道具のデザインみたいなのが多かったんですけどもっと社会実装されているもののデザインだから例えばじゃあ、えっと、子ども食堂ってどういうふうに進化すべきなのかってそれを実践されている方とかあの今年度の受賞されたやつだと52件の縁側っていうまあ あのデイケアサービスの、まあ、拠点になっているようなところでそこがやっぱり閉じた空間が多かったり、うん、もしくは認知、まあの方も含めてあの、まあ、鍵をかけなきゃいけなかったり、うん、もしくはその敷地にちゃんとこう境界線があったりみたいなところをも、まあえっともとそういうところで働いてて疑問を持ってた方が超開放的なあの場所を作っていく、うん、まあ子どもをワイワイしてて。 っていう、まあ、コミュニケーションがいつも生まれるような活動が生まれるような場所を作っていくっていうのが、まあ、デザインとして対象を取られたんですけどなんかデザインの領域もあのこれさっきの話にも通じるんですけどやっぱり課題をどう解決していかなきゃいけないかっていうこないものを作る時代から課題をどういうふうにあの、まあ、解決できるかもしくはそれに対して貢献できるかって方に大きくシフトしてきた。うん、でそれって さっきの話題もそうなんですけどその企業さんがどう取り組むかって時にやっぱりそこに対して投資をすることにすごく意味があると、まあ、これは経済的な意味もそうかもしれないですしもしくはブランド的な意味とか、えっと、もしくはまあその社員のモチベーション的な意義とかっていうのもあのだいぶ僕は変わって、まあ、それ全体をデザインという、まあ、取り組み自体をデザインというっていうふうに僕はなってきたのかなと思っていて。なので あのまあ、イシュープラスデザインさんはもグッドデザインの常連なんですけど、うん、あのいろんなまあ取り組みとか書籍とか、まあ、もしくはあの先ほどご説明いただいたみたいにカードとかですね、まあ、いろんなこうその課題に対してどうそれをまあ認識するかコミュニケーションするかっていうところでまあいろいろ出されてるんですけど大きな意味でそのまあデザインの領域も、まあ、それこそさっきお話しいただいたあの。 防災のところとかも,もうデザイナーがっつり入って防災であるとか復興であるとかというところも今、能、ま、登、あの,の,あの県があの、まあ、年始からあのこういう形になって今、多分ご苦労されている方多,分多いと思うんですけどそこも結構こういち早くまあデザインの人たちが入って何ができるかということを議論が始まったっていうのはなんかこうちょっと前とは状況がだいぶ大きく変わっているような気がしますよね。 もしかするとあれですよ、ね、20年前のグッドデザイン賞の考え方だとするとその加計さんが受賞するという感じがもしかしたらそんなにこうあの今、ね、常連だっていうお話を聞いてあの加計さんの多分出自はクリエイティブやデザインというよりはマーケティングとかそういうところからスタートしたっていうお話をお伺いしましたけど逆に今は加計さんのような立場で社会課題に精通してる方が グッドデザイン賞の常連になっているてまあそれとても面白い話ですね。うん、あるべき姿なのかもしれませんね。うん、加健さんどうですかそのグッドデザイン賞周り。うん、そうですね。なんかまああのもう、まあ、そもそもあれ産業デザイン振興会から入ってますもんね。はい、デザイン振興、はい、会まあいわゆ産業のためのデザインで商業的なデザインでまあそしてある意味形のあるデザインだったっていう、うん、まあそれがまあ日本の場合。 まあ海外のもそもそもデザインって定義が今のように日本のように広いのに比べて日本のデザインっていう定義がどうしても衣装でありえっていうデザインだったっていうのがまあ出自だったんだと思うんですけどなかなかこうえっと企業側もいわゆるこう商業的な,なんか分かりやすい課題とか解決のこうビジネスのネタみたいなものを作りにくい時代にどん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 なってきていて。 その中でこう新しい昔みたいにこう大きな市場とかおいしい市場みたいなものとか出ていけばチャンスになる市場みたいなものがない中で新しいこうチャレンジとしての,その社会課題と自分たちの事業領域の掛け合わせで何かそこにビジネス機会が。 作れるんじゃないかっていう,ような,なんかそういうモチベーションを持ってらっしゃる企業さんは増えているなという感覚があるのでそれが何かであのグッドデザインであり、まあ、少しこう日本のデザインがこう広がっていってるっていうところに何か関係しててるんじゃなないいかなっていううそですねお話しあったみたいにもともとこれグッドデザインだけではなく、まあ、グッドデザインともともとはその 1957年にその認証制度から始まってまあ安全であるっていうのとあとは他国の IP を侵害してないかっていうところが結構産業振興の中で,多かったんですあの大きかったんですけどあのお話いただいたみたいに今年から実はまああのグッドデザイン賞としても提言を出そうと思っててですね要はなんか まあ二所制度、まあ、受,受賞形式の,その小制度だけではなくてこっちの方にみんな向かった方がいいんじゃないかっていうあのことをなんかまあよく僕はアウトカムっていうんですけど、えっと、今みんなこう散々違う方向を向いてあのまあ商業的な人もいるし文化的な人もいるしなんかいろいろいるけど、まあ、あのそのアプローチの仕方はどうあれこっちの方向にみんなで歩いていった方がいいんじゃないかっていうのは。 あのまあ、デザインをあのさっきおっしゃったみたいに日本ってデザインを衣装って訳しちゃったんで、うん、あの他の国だとデザインを設計って訳すところが多いんですけどその、まあ、設計にできるだけ近づけていくっていう、まあ、近づけていくと、まあ、日本なりのアプローチで行っていくっていうのが僕はあるかなと思っていて、うん、なのでその認知症の,あの,、まあ、の方々の、まあ、僕はすごく思ったのはその声がまとまっている、まあ、もしくは。 えっと、こういう見え方をしているからじゃあ、こういうことはもう実践して例えば商業施設とか公共とかもしくは家の中のデザインとかあのもしくはマテリアルの話とかいろんな話とかに積極的に入れていこうというのはもしかしたらこれから僕も含めてもっと勉強してそれをこう社会実装できる一歩にはなんか近づいていくような、まあ、構造にはなってきたかなと思いますよね、うんうん、ありがとうございます。 多分先ほどおっしゃられたアウトカム、まあ、例えばこういうこと例えばこういう社会例えばこういう商品サービスというものがもしかすると完成度が低くてもビジョンとして提示されていくとおそらく先ほどあのまだこう企業サイドの方々の動きが十分に活性化されていないというあの、まあ、課題認識があったと思いますけど。 まあ、そういうところの解決にもつながっていくかもしれませんし、まあ、あのいわゆる事業者に近しい立場であの私も仕事してますけど、まあ、この数年の,あの、まあ、パーパスブームっていったら失礼ですけどもあの多くの企業の方々が、まあ、かなりこう崇高なパーパスを掲げられて。 そこには当然その社会との三方よしっていう考え方が埋め込まれている企業さん多いと思うんですよね。うん、そういう意味で言うとあの今日お二人が語られているこの、まあ、認証の当事者の方にとっても住みやすい社会っていうものはあの多くの企業の,そのパーパスにも結構こう共通項があるんじゃないかっていうそんなふうに思うのでただまだあのよくわからないとか。うん どうしたららいいいか分からない、まあ、そこのフェーズに今いるのも事実なんでしょうから、うんまあ、その辺りをあのお二人のようなあ少し、えー、先行して知見のある家計さんだったりあるいはこうデザインセクターで、えー、認証領域ではないかもしれないけれども社会課題をこう捉えてこうアートやこうデザインの力で、えー、先行していろいろなエリアでテストケースをされている。 あの斉藤さんのような方々がこうちょっとこう踏み込んでやっていくとあだったら俺たちもついていこうとかだったら私たちはちょっと違うやり方していこうとかなんかそういう,こう競争じゃないですけど、うん、あの共に作る方の競争がどんどんできていくと、うん、面白いかもただまあ,あのお二人おっしゃられるようにまだあの情報量とか えー、十分に当事者の方とこう向き合うような環境が日常的にあるかというと、うん、なかなかこう事業サイドには不足している部分があると思うのであの、まあ、このプロジェクトは経済産業省とあの厚生労働省が旗振り役になってあの進めているプロジェクトなのでやっぱりしばらくはそういったこう旗振り役だったり頑張っている人を表彰していったりとか、まあ、そういったことが最初はちょっと必要なんですかね。うん なんか僕、思ったのが、うん、僕もそうなんですけどだんだんやっぱ認知症の当事者の方と対峙する機会っていうのが増えてきたんですよね。うん、これってそのリサーチで何とかとかとっていうよりも生活の中でやっぱりそういう方々が近しい人たちに出てくるっていう、うんうん、でその時になんかこう,こういう視点がないと多分さっきスライドであったみたいなもう分からない怖い。 だったらまあできるだけこう距離をとってとか何かこう例えば暴力的な方になってしまうとかなんかその怖さみたいのがあるような気がするんですけどだから結構それがまあそのデザインに関わるとかもしくはまあ社会課題みたいなことを言ってるんですけどそれってまだやっぱ対岸の火事的なあの感じで捉えられるのが。 もうそうは言ってられない時代が生活の中でも物を作っている人間の周りでも、まあ、今回こういうプロジェクトにワーキングに参加させていただいているというのはやっぱりあの同じセクターの人間と話すといや実はという話がすごく多くなって、うん、だから逆に言うとそこまでやっぱ迫っているということですよね、うん、だからなんか僕なんかも実践しながら。 学んでいいかななきゃいけないしよくなんか言うんですけど建築家美しい建物を建てている建築家は本当にいい建物に住んでるのかって議論があってだからなんかそれこそ加計さんにもお話聞きたいのがデザインにかかっている人間も多分ほそう、まあ、日本の社会にいるからにはそう,そうなってくるじゃないですかだからなんかもっとギアを多分チェンジしていかなきゃいけないところになるし自分自身もこう。 なんていうか認識を変えていかないと仕事に取り組む前に多分生活なんとかしてそれをその自分が実践している何かに多分応用していかなきゃいけないと思うんですけどそ,うそこのアプローチで一番最初に例えば僕今日この本をお預かりしてこの本とかももちろんそうかもしれないですけどそこのなんかその自分の周りで起きていることとそのまあ会社 会社というかその仕事的な社会のフィードバックの仕方って一番最初にやるべきことというか、うん、なんかまあご自身も多分それをご経験されていると思うんですけど何かありますか。うん、そうですね難しいな。やはりこう身近にこう認知症の方との接点がある人はやっぱりものすごく。 多いですよねそれはもうこの高齢社会で、えーまあ、すごくこう接点が多い方はたくさんいらっしゃるんですけどもどうしてもその何て言うんだろうな自分とは自分とその方の間に線を引きがちで,で、まあ、やっぱり認知症という、えー、病気になってしまった少しこう、えー、気の毒な人。 っていうふうに線を引いてしまうんですけども、うん、あのそもそも認知症っていう病気自体が非常にこうあのなんだろうグレーゾーンとこうその境目が普通常のこう加齢、えー、基本的に加齢に伴うものなのでほとんどのケースは、うん、あの差がないんですよね。うん、なのでこう認知症の方に起きていることは、えー、自分にも いつでも起きうることだししすでに起きてていることだしっていうそこがんか自分とは違うという線ではなくこうなだらかにつながってるんだ自分の生活と認知症というものがつながってるんだっていうような認識をこう多くの人が持てるようになると変わってくるんじゃないかなっていう今はもう明らかにそこに線をみんな引くんでそれは旦那奥さんと旦那さんとの間で先ほどの,あのお話とともそうなんですけどやっぱり違うとこの人は病気になった人だ でそれを支えてあげなければいけないっていう、まあ、そういう考え方になるんですけどまあ本来は別に支えてであの認知症のある方がよく言われることとしてこう自分が失敗する権利を奪わないでほしいっていうことをおっしゃったりするんですけどそれやっぱりあの日常生活でまああの、まあ、周りの人はやっぱり失敗しないようにいろんなことをやってあげようとして、えー、例えば1人で外出すると迷ってしまったら。 怖いと思うので、一緒についていくみたいなことだったりとか、あのいろんなこともやってしまうんですよね。で、それはやっぱりこう。この人はできなくなってしまったので、かわいそうなので、自分がサポートしてあげようという感覚。うん、本来はそうではなくて、まあその方ももちろんできないことはあるけれども、も、えー、その健常者のその奥さんにもできないことはいっぱいあって、それを。まああの。 旦那さんんは支えててああげられるることももちろんあるしっていうお互いが支えてあげられるまあサポーターでありパートナーのはずなんですけどどうしてもそれがこう上下関係になって自分とは線を引いてしまうってことがやっぱりいろんなところで起きているのでまあなんかそれが先ほど言ったような企業にとってはお客さんではないっていうのもなんかやっぱりまあ自分とは違う存在だっていうような認識になってしまってるいそこの垣根をどう取っていくのかみたいなところがすごくうん。 レンジしたいなと思っていることととで大切なことかなこか、うん、思ってます、ね、このちょうど前のセッションでもあの取り上げられてましたけども今筧さんおっしゃられてたように当事者になられても自分がやりたいこと、えー、生活したいことそれを支援してあげると奪うんではなく生活し続けられる行動し続けられるそこにヒントを見出して、えー、ガスコンロを こう電気に変えるんではなくてもっと使いやすいガスコンロを作ってうん、うん、そこはサインが分かりやすかったり火が出てるってことがは,はっきりしたり、まあ、そんなケースがあったりあるいはあの筧さんおっしゃられてたケースでいうとあれですよねお,お金を取り上げられてしまうっていうのはよく当事者の方が不満をおっしゃっていて。うんうん まあ別に間違って同じものを買ったって、うん、買い物ってやっぱりあの人間として楽しい行為じゃないですかそういうところをこう行き過ぎないようにちょっと制御するようなアプリのサービスがあったりとか,なんかそういうのが今先行して出てきているのは僕はすごく興味深いなというふうに思うんですよね、うんうん、今影さんおっしゃられてたようにあの企業の方々もちょっと自分たちには関係ないものだではなくてやるだけこう自分ごととして引きつけて 何かこう接点を見つけていくとあのアイディアのチャンスとか、うん、ビジネスのチャンスが生まれてくるのかもしれませんね、うん、そうですよもう一つ思ったのがその、まあ、こ言葉の問題とか何とか症ってなるとどうしても何か病気している人みたいな、うん、さっき筧さんおっしゃってたみたいに、まあ、壁を作っているのもあの別に上下関係作ってるわけじゃないんだけど要は。 えっと、なんか一部壊れてしまった人とそれを支えなきゃいけない人というふうに多分分かれているような気がしていてずっと僕もやもやしていたのがもともとアメリカにいた時はカウンセラーに行くのが普通なんですよ、うん、いやこんなことがあってみたいな、うん、それで別に、まあ、世間話で帰ってくる場合もあるしあのだったんですけどだからもう普通にみんな行っている状態。うん、で,でも日本だと いや実はちょっとあの例えばまあ今ウェルミみたいなこと言われても精神的に厳しくてってなった時にカウンセラーに行くのってすごくみんな隠すというかもう恥ずかしいことじゃないですか。で日本の中でそこのなんかこうまあこれはもしかしたら言葉の妙的なものもあるかもしれないんですけどそこでもっとこうオープンパブリックにいや実はちょっと僕これで言うと。 あのホワイトアウト症候群になっているかもとか,なんかも,うもう少しその垣根をコミュニケーション的に下げていくっていうのもでできるのかなと思う,んです,そうですね、うん、日常的に声に出しやすかったり、うん、話のネタにしやすくするっていうのは結構認知症の人はその自分が認知症であることを認識してないみたいなことを言う人が結構いるんですよね。でまあ、認めたがらないでこれあの 間違いなく僕はあの認知症の人は自分の中で、えー、自分の認知機能に大きなトラブルが起きていることはしっかり認識していて分かっているんですよねただまああの自分が認知症であるということを認めると周りに認知症だと扱われるのが嫌なので、うん、絶対に認めないし病院にも行かないし、えー、それでまあ時間が経ってしまって認知機能がどんどん落ちてしまってみたいなことが すごくいろんなところで起きていて、いやまあ自分が認知症であるということをまああのね、あの素直に自分自身は認識してるんだから、それをちゃんと認められるような社会になることが結果的に、ねうん、あの認知症の方も暮らしやすいし、まあ周りの方もっていう社会が来る方がすごく大切だなと思います、ね。そうですよね。うん、そこのなんか両方向の矢印が重要な気がしていて、うん、だからよくその課題解決っていう時にも。 なんか課題を見つけているし、ま、要はまあデザインなのかもしくはマーケティング、まあ、いろんな人たちが課題を見つけなきゃいけないのかもしくは課題がある人が「僕課題あります」って手が挙げるのかっていうと多分両方やらないと無理だろうなと思っていてなんか今日お話聞いてて認知症のところすごく難しいのが、まあ、認知機能が低下されているっていうのをもしも自分で認めるというかであればなんかそれもやっぱ表に出しやすいような。うんうん うん、これ何なんですか、ね、コミュニケーションなんでのかーねーまあそうですねよくでもねあの妊婦の方とかちょっとこう急病持ちの方があのああ、ね、外に分かりやすいようなサインをつけていくとかっていうのもだいぶ昔より増えてきたのであとは影さんおっしゃられるようにそういうサインが出たときに間違った対応をしないっていう、うん、なんかその関係性がどんどん出てくると斉藤さんおっしゃるように まあ手を挙げるのか何かこうあの印を出すってこともあの恥ずかしくなくあるいはその方が何かこうお互いにコミュニケーションがそれきっかけに生まれるなんかそんなようなことができると一番いいですねうん、そうですねありがとうございますあのだいぶえっ、ー、と時間もあの迫ってまいりましたあのだいぶあのお二人の考えとかあの気づいたこととかあのビジョンを語っていただいたかと思うんですけどもし最後 あの一言ずつコメントがありましたらあのお二人からコメント頂い,いてクロージングできればというふうに思うんですけど、えー、どうでしょうじゃ,あじゃあ僕からいきますか、はい、あのえっと、はい、僕はあの冒頭ご紹介いただいたみたいに認知症の、まあ、社会に対して何か取り組みができているかというとまだそうではなくてあの、まあ、今回たくさん勉強させてもらって。 まあ普段やっているその仕事なり活動の中でじゃあそういう方々にもどう対応できるのかっていうのをあのまあ今日の話にも出てきたみたいに自分なりにやっぱ実践してみたいというのがあってです、ね、でそれでお話を聞いたんですけどなんかあの僕が思ったのはまあ企業としてなかなか参入ができないみたいなことあると思うんですけどただそういう方々も多くなってくるしまあ自分自身もそうで。 でだからなんか根本からいろんなことを疑わなきゃいけない多分次元に入っているような気がしていて、うん、そのまあ先ほども言いましたそのサインは小さくとかそうではなくてもしかしたらもっと分かるようにじゃあ床にサインを書こうとかでそれがじゃあこういう条例とかこういう見せ方で。 もっと美しくできるんではないかっていうところも多分、検討していかなきゃいけないので結構、根本から見直すところはこれはもう議論を始めないともう今やっていることで間に合うんであれば、まあ、僕自身、今万博に力を入れてもその万博の中でもそうですけどあのそれを僕自身がやっぱ実,実践していきたいとか実装していきたいなというのはすごく思いました、ねはいうん。ありがとうございいます 加計さんいかがでしょうかそうですね,ねなんかあの僕はデザインっていうのはこうこう美しいもの楽しいものデザインって結構いろんな定義があるじゃないですかシステムデザインとか制作のデザインとかまあでいろいろこう幅広いとい僕はやっぱりここにそこにワクワクする気持ちが踊るものがデザインだっていう、うん、まあ僕なりの定義があるんですよね。な、うん、なのであの、まあ、やっっぱり認知症についてて語る時学ぶ時って人はみんな あの大体沈んでるんででるすよあんまりどちらかというと困ってる時にあの何とかしたいっていうことで学ぶのでやっぱりそういう時って人って好奇心が湧かないのであんまり知識も入ってこないしすごく通り一辺倒のものしか。 学ばないので結局その人は何も変わらないっていうことが起きてしまうので、まあ、いかにこうその、まあ、自分が認知症であることを認めるみたいなこともそうですけど認知症に関してポジティブに楽しくこう美しく学んでみんなが知って社会がこう、えー、非常にこう楽しむというか、えー、認知症とともに楽しい人生も起きるし過ごすし認知症を前向きに捉えられるような,こうなんかマインド、うん シフトみたいなものが起きていくことが、えー、一番認知症の方が暮らしやすい日本社会になっていくということには大切なんじゃないかなということを思ってやはりそこにデザインの可能性を強く感じているので、うん、またなんか斉藤さんとご一緒できると非常に嬉しいなと思いますありがとうございます。うん えとまあ認知症のイノベーションの領域今日お二人との議論の中でもまだまだあの課題だったりあの足りてないものがたくさんあるんだと思いますけどもあのお二人の中からだいぶこうデザインっていう観点が講義になってきていろんなプレイヤーが参加しやすくなっていてでそこに社会課題解決もあればこう連帯をしながら自分たちのこうサービスアクションがあのすぐにでも行動を起こせるような,なんかそういう環境になってきてるという話は私はとても。 あの興味深かったですし自分がこう勇気づけられるあの自分は今までデザインセクターの人間ではないというふうに思ってましたけどもお二人の話を聞いている中で思考のデザインとか何かアクションすることだけでも、えー、もしかしたらデザインの領域も組み込みながらあの自分でも行動ができるんだなというふうに思ってとてもあの勇気づけられました。 あの今日のセッションを見ていただいている方の中でもちょっと二の足を踏んでいるとかどうやってスタートを切ろうかなというふうに思われている方多いと思いますけれども今日のセッションが少しでも皆さんのアクションそれから認知症の領域でのイノベーションに役立てていただければありがたいなというふうに思っています。 このセッションは以上になります最後に経済産業省の方に登壇いただいて国の方で考えている今後のビジョンそのあたりもラップアップの方で解説いただきますので引き続きご視聴くださいそれではお二方改めてありがとうございました、はい、ありがとうございました